馬の急接。上部の肝骨と斜めになったつなぎの間の関節がそれにあたる。急接は馬や半数類、豚などの夕日詰め類の四肢にある関節の一つ。中手骨と元節骨の間の関節を中手施設関節と呼ぶが、夕日詰め類のそれを特に玉節や玉関節、またはつなぎ関節と呼ぶ。馬の急接から先のがいと、 内部構造急節は中手骨に付随する筋維子骨と元伏骨の間に形成される関節である。筋維子骨は底面が縁位を向いた三角錐の形をした骨で中手骨の縁位端の周囲を約220度取り巻くかに対して一体の筋維子骨が面しており中手骨と筋維子骨の間では関節してはいない。急節を形成する 中手骨と元節骨は内側、外側の側腹靭帯で結合されている。また、小さく三角形の負荷的な側腹靭帯によって、手指骨と中手骨を固定し、元節骨の筋位結節に固定している。手指骨はこの靭帯の動きによって、中手骨縁を取り巻くかに沿って動くようになる。このほか、短い所靭帯が元節骨の筋位手の平円に向かっており、 この短い人体の上にやや長めの十字人体が多い、またその上に、射人体が多いかぶさり、その射人体は、元節骨手の平面の三角域に付着する。また、手指骨の底から始まる直た猫骨人体は、元節骨の先、中節骨の付加的な繊維軟骨に付着する。関節法は大きく、この領域に運動性を与えるために、大きな背側。 小足脳を近位方向に伸ばしている。これらは中手骨幹に接して存在しているので、側面からの選手が容易で、小中手骨幹や骨幹筋、また手指骨小足脳へ侵入させやすい便利な基準になる。小足脳は、腱鞘炎や、つなぎ関節脳種などの関節の主張があると、明らかに見て取れる。排足脳の内部には、関節包皮が,が,が存在している。 これら脳の炎症、主張は破口の原因となる。急接に触れる腱は、深い指屈筋腱の内側縁と外側縁がある。深い指屈筋腱は、浅い指屈筋腱で作られた袖の中で、急接部を通過し、元節骨中央部を過ぎると、中節骨を補足する繊維軟骨が用意した四点面に乗り、そこから広がると、修状骨状を通過後に、 末節骨上に停止する。トリミングしていない馬の前足。急節から巨毛が多く出ている馬の場合、通常皮節から急節にかけて肝骨が垂直に伸びており、急節の部分から先になるとこの線が前方に約45度傾く。この玉節からひずめまでの部分をつなぎと呼ぶ。これはかつての牧畜においてこの部分に 輪と紐を繋いで家畜を繋ぎ止めていたことに由来する。繋ぎは走るなどして死に体重がかかった時にその衝撃を和らげるクッションとしての役割を果たしている。特に前足の繋ぎは体重移動の軸となるため大きな負担がかかる。繋ぎの長さ、角度は個体差があり短いほどクッション効果が薄い。このため競馬においては繋ぎの長短で芝。 ダートの適性を見ることがあり、一般的につなぎが短い馬は、ダートに向いているとされる。半数類の急接の後方下部には、副ひ歪めがあるが、一方で、馬の場合はこの部分に、虚毛と呼ばれる体毛が確認できる。この体毛に覆われた中には5ミリメートル程度の小さな角質があり、これを虚、または中手虚などとも呼ぶ。この巨は進化の過程で消失した指の痕跡。 または、足の裏の肉球が退化したものなどと考えられている。ありがとうございます。